はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今回はですね、デモにあった通りフィジックスを使ってオブジェクトの配置をやっていこうかなと思います。で、これをやる理由は、まあもちろんそうですね、手作業でやるとどうしても均等に配置してしまって、まあ、不均一というか、何でしょう、不完全な美みたいなものがやっぱ手作業でやると難しいのかなっていうところがあるので、まあ、それは物理を使って、まあ、ちょっとね、何でしょう、汚くするとか汚した配置にして、まあ、CG っぽさをなくすっていうのをやれるといいのかなと思っていて、でそれがフィジックスが使えるので、まあ、簡単なのでね、そのやり方を紹介していこうと思います。はい、じゃあまず早速やっていくんですけれども、今回のお題としては、まあ、デモと同じようにこういったボックスの中にボトルをね、こう入れていくっていうのをやろうかなと思いますね。で、今回はこのメガスキャンズのアセットを使ってるんですけれども、このデフォルトの状態ですと、まあ、今回このシミュレートフィジックスってここ使うんですけど、デフォルトだと使えないんですよ。で、これ使えない理由はコリジョンが入ってないからになります。なので、コリジョンを入れれば、このシミュレートフィジックスっていうところがチェックが入れられるようになるので、その下準備をやっていきます。じゃあ、まずこの箱からやってきますね。で、これ、スタティックメッシュダブルクリックで開いて、こんな画面が出ますと。で、シンプルコリジョン、これチェックしても入ってないので、入れていきます。で、コリジョンのアドボックス。で、こうボックスができるので、お好きなサイズに変更して、この壁と横を作っていきます。ちょっと見づらいんですけど、見づらいけど、まあ、なんとなくな場所にまず配置しちゃいますね。で、どんどんアドボックスして、横も作っちゃって、もう一回、こっちも作って、で、あくまでレイアウトだけで使うので、まあ、最後に消せばいいので、ね、コリジョンの重さとかはここでは気にしなくていいかなと思います。で、こんな感じ。で、左右と、まあ、一番下が作れたっていうところで、これで一回保存しますと。で、こっちのセラミックボトルもそうですね、これ。で、こっちはコリジョンの方には、まあ、スフィアは違うし、カプセルも違うし、まあ、スフィアだとこうなっちゃうし、カプセルだとこうね、ちょっとね、底面のここが丸くなっちゃうから違うと。で、もちろんボックスはちょっとね、綺麗な形状ではないので、この曲面があるから、ちょっとこれも違うというので、他のこの辺は使っていきます。で、 Z の高さ方向って意味かな、これのはずなんで、こうするとまあこれがいいかなっていうところですね。はい、なのでこれで完成、下準備が完成で、こうするとここさっきグレーだったシミュレートフィジックスが色がついてチェックが入れられるようになります。で、試しにもうこれチェック入れてやってみましょうか。で、ここでポイントが、ここのね、チェンジプレイモード&プレイセッティングスをシミュレートにしておくことです。で、あとシミュレート実行されてこんな感じ。で、もう動かせるので、こんな感じで、ね、もう、コリジョン抜けしちゃいましたけど、こんな感じで、ね、ゆっくりやれば抜けないので、こんな感じで入りました。コロコロコロってね。これもね、物理でね、転がるので。うん。はい。という感じですね。で、あとは、数を増やす。まあ、オルトをしながらで、こうね、複製して。こっちも、こう複製して。こんな感じですね。で、実行
シミュレートで。で、全部入ったと。で、こうね、まばらにやっぱなるのね。これ手作業でやるとめんどくさいですよね。うん。で、揺らしたりとか。ガチャガチャガチャってね。あ、倒れたとか。回転とかね。させたりして、最後のポイントとしては、この状態で、保存したいポジションで、セーブしたいんですよ。この位置情報を。でそれは、K、キーボードの K を押します。と、セーブドステートなんたらって出て、場所が保存できます。で、セラミックのこのボトルも、まあ、K を押しましょう。K 押しましたと。40個更新しました。で、これ停止します。ってやると、停止してもこの位置を維持してるっていうところになります。で、おのおののトランスフォームもこうね、変わっていて、ロテーションも入っているっていうところなので、これでトランスフォーム情報もフィジックスを使って更新できたっていうところになります。で、ポジションが最後、よいしょ、まあ、全部うまくいったなら、このフィジックスを消すと。これで OK。で、これによりフィジックスの計算がね、もう入らなくなるので、まあ、負荷もかからないっていう状況で、単純に、オブジェクト、このアセットの配置だけにフィジックスを利用できてるって状態になります。で、さらに気になるなら、最終的には、ここの、まあ、最初に追加したコリジョン、これらも全部消しちゃう。と、まあ、最初の状態に戻って、なんか、綺麗な状態に戻ると。保存して。でも、まあ、このままなので、で、シミュレートフィジックスは使えなくなったっていう状態になります。まあ、本当に最後の最適化とかで、まあ、消すぐらいでいいかなと思うんですけど、まあ、最後気になるんだったら最初の状態に戻すって意味だと、最後にコリジョンも消すっていうのが一番綺麗かなと思います。はい。なのでね、これを使えば他にもね、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、段ボールの積み重ねとかもね、できるかなというところですね。まあ、これにも。あ、今シミュレートで入れちゃいましたね。よいしょ。まあ、この子にももうシミュレート入ってるので、フィジックスが。これで増やしたりして、まあ、これまばらにね、増やした方がいいかなと思うんですけど、こんな感じでどんどん増やして、まあ、シミュレート。ってやると、ま、グラグラって。なんかね、こう、ちょっと、で、これね、一回、もう、マニピュレーターというか、ハンドルがね、こう、何でしょう、持ちっぱ、ホールドしてるとうまくいくんですけど、一回でも外すとこうなっちゃうので、まあ、こう真ん中を押してね、移動するとかが一番、乗っけやすいかなっていうとか、まあ、これテクニックがいるんですけど、まあ、こんな感じでね、乗っけてとか、できるけど、まあ、初期状態に戻って、まあ、レイアウトをして確認する方が一番いいかなと思います。まあ、最後ね、中心の方に集めるとかだったらね、できるんですけど、こんな感じでね、うん、シミュレートしながらも、フィジックスを持ちながらもシミュレートできるから、こうやってね、どかせるっていうのもちょっと便利かなと思いますね。なんかこう、まとめるときもね、結構便利なツールかなと思います。こんな感じでね。うん。ね、こういった不均一感とか、何でしょう、CG 感をなくすっていう意味だと、ものすごく使えるテクニックかなと思うので、ぜひね、この背景アーティストとか、皆さんはね、使ってみてもらえればなと思います。はい、今回の動画はシミュレートフィジックスを使って、まあ、物の配置をちょっとね紹介してみました。はい、この動画が参考になったらよろしければチャンネル登録とか高評価いただけたら嬉しいです。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。